こんにちは仏壇事 .com の高安です、えーと。今日は3枚肉買ったらびっくりした話をします。でえー、と3枚肉って重箱を作るときとか内訳、えー、作るときとかによく使うと思うんですけど私はこの、えー、とこちおかず,おかず重箱ねちちの場合にはこのおかず2つ作るのには3枚肉1キロ買うんですね。 で今まで 1kg とかっていう風に買っていってたんですけど、スーパーって 1kg のお肉ってあんまり売ってないじゃないですか。1kg って結構これぐらいのお肉なんですけど、売ってないので、精肉店に行くようにしてるんですね。で、この精肉店に行くのもあんまり慣れてないので、スーパーみたいにパッケージ化して売られてるわけじゃなくて、どれぐらい欲しいってあの店員の人に言ってあの、出してもらうっていうような感じなんですけど、私が行ってるこの精肉店は、 こっちにショーケースがあって、いっぱい豚が並んで、豚とか牛とかいっぱい並んでるんですけど、後ろにも豚とか牛とかいっぱい並んでて、で、こっちにレジがあって、まあ店員が中にいっぱいいるって感じで、この狭い間にいっぱいお客さんがいるんですよ。で、この間急騒の時にちょっと自分的にびっくりしたことっていうか、あ,あこんなことわからないといけないんだって思ったことが ちょっと私の中では結構大事件だったんですけど他の人から聞いたらへーって思うかもしれないんですけどちょっと雑談チェックで3枚にこの話をしてみようかなと思ってますでこんな感じであのいて私はここもうこっちの人ってここから行ったりここから行ったりもうみんな自由なんですよ並ぶとかっていう世界じゃなくてもう行った人が市場でバッって行ったら帰るみたいな感じで私こっち入り口なんでこっち入り口からここに入って行ったらこっちに 私より年上のお姉さんが一人いて、この人もあんまり慣れてないみたいで、ここについていけてないんですよ。で、私もこっちで慣れてないから、こっちで二人でなんか微妙なソーシャルディスタンスを保ちながら、二人でこの辺で待ってたんですけど、ちょっとずつここの人がいなくなったら、ここにね、どん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 寄っていくじゃないですか。で、この辺ぐらいまで来た時に、このお姉さんが、あのどれぐらい買うのお姉さんって言われて、私、800グラム欲しかったんですね、その時 で私 800g 買おうと思ってるよって言ったら、あいや、私はどれぐらいにしようかねみたいな話をしてたんですよ。そしたら、ここの後ろのお兄さんが、はい、姉さん、あなた1、ね、1菌ね ?2 金ね何ね ?3 枚にくれ中身ねって聞いたんですよ。で、びっくりして、このお姉さん、あ、3枚にくって言って、あいや、1菌、2菌どうしようかねって考えて、うん、じゃあいいよ。もう何気だから1菌でって言って返したんですよ。で、私の心はその時ドキドキなんですね。私 800g 欲しいのに、 1>, 1斤がいくらかって何グラムかってわからないのであの1斤袋とか2斤袋って沖縄の人ってよく使ったりとかあのちょっと、ね、年配の方とかってよく言うんですけど私なんかの世代40代とか30代1金とか2金で買い物しないじゃないですかでどうしようと思ってでこのお兄さんがこのお姉さん終わった時に「はいお姉さんは?」って私に声をかけたんですね「1斤ね2金ね」ってまた言われて「すいません3枚肉800グラムです」って言いました。で その時の時私の心の中はかっこよく1斤とか2斤とかいった方がいいかもしれないだけど全く想定してない大きさが出てきたらすごい困るし少なくても困るし多くても困るからここはちゃんと聞こうと思ってすいません 800g って大丈夫ですかって聞いたらああはいはいぴったりじゃないけど大丈夫よって言われたのでちょっとほっとしてレジして帰りました。で後で後調べたら 1>, 1斤は 600g なんですね。なので2斤って言ったら 1200g になるので、まあ、1キロは 1000g なので2斤買えばだいた10箱は作れるかなと少し余裕が出るぐらい作れるかなって思うんですけど1斤だと足りないかなぐらいだからこの中途半端になるのが嫌だったのでグラムで今回は言いましたけど次からは金で行ってみようかなと思ってます。 もうただだそれけけのこととなんですけどですどあ,とあのもう一個このスーパーで売ってる三枚肉って結構細めでこんな感じであのピュンって長く売ってるんですけどあれって重箱にするときすごく扱いにくいんですねなので精肉店ってこれぐらいの大きさでポンって1枚で1キロとかなのであのどこに筋が入ってるか三枚肉を少しあのこの。 こそげるっていうか上をパッて切ってみると繊維がこうやって走ってる場合っていうのはこれをこうやって切らないといけないので3枚肉取るときはこうやって置け切ってこの横で取るんですねで逆に繊維が横に走ってる場合っていうのはこう切らないといけないのでこう切らないといけないので要は繊維と直角に切らないと3枚肉硬くて食べられないんですよ でこのこと、あんまり実は知ってる人がいなくてあのもったいないなと思って私も最初知らなくてなんで硬い日と柔らかい日があるんだろうと思ってたら単純にこの繊維と直角に切ってないだけだったっていうのが後で分かったので今はこれをちゃんとチェックして切り目を決めてるんですけどこの土台の三枚肉があの大きくないと難しいんですよ。 で生の時のお肉で見たのと実際切ってみて見たのとって茹でて切ってから違うっていうのってありえるので私はもう最近精肉店で買ってます。で 1kg 多いかなって思っても三枚肉って一気に煮つけて冷凍できるのであのお蕎麦の時の三枚肉そばにしたりとかもできるのでそういう風にちょっと多めに作ったりとか、えっと、お家に帰って茹でて。 でその後から数値化にしたりとか、もう茹でて数値化にする場合と、茹でないで数値化にするレシピがあるんですけど、どっちかにしたりとか、あとはもう野菜炒めに入れたりとかっていう風に、ちょっとあのやってたりします。なので、三枚肉、買うときに、この1斤、2斤とか聞かれたりとか、あと、近くの精肉店っていうのをちょっと探してみるといいかもしれないです。あの絶対重箱作るときとか、精肉店の方が安いし、新鮮だし、美味しい。 っていうのが私たちも分かったので、いつも行く精肉店がもう決まってるんですけど、あのそこで買うようにしてます。で、えっ、ー、と、今度また、ちょっと c b の時ぐらいまでには、なんとか三枚肉の煮付けの仕方とか、えっ、ー、と、この重箱料理の作り方の動画をちょっと上げていきたいなと思っているので、またあの、ぜひそれを見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。はい、今日はただの三枚肉うんちくでした。はい、今日もありがとうございました。